おいらメガビックの非公式キャラクター。非公式キャラクター？12億あれば声優は野沢雅子さんで、おいらメガビックんだぜ。公式キャラクターに、それいい夢ね野沢さん。史上最高12億。おいらメガビックの魅力を伝える非公式キャラクター。非公式キャラクター？つまり勝手にやってるだけ。確かに公式っぽくはないですよね。もし12億あれば声優は野沢雅子さんで、おいらメガビックのお手ましで有名な公式キャラクターに。それいい夢ね。その声は野沢さん。メガビック史上最高12億。公式キャラになるんだぞ。はい、サインください。え、あ、これいい夢ね。私このシリーズっていうのを割合見てんです、テレビのな。だからなんか初めてっていう気はしないし、常に一緒にいたっていう感じしたんで、すごくね、楽しかったし、やりやすかったし、一番楽しいっていうのが良かったかな。うん、楽しめるっていいことじゃないですか。それいい夢ね。野沢さん、いつか公式キャラクターになって、うん、サインください。いいですね、いい感じの方ですよね。私好きなんですよ。柔らかいじゃないですか、感じがとっても。それで親しみやすいし、入りやすいですよね。なんかポッと声かけても、えっつってすぐに返事がパッと返ってくるような気がする。かわいいじゃないですか。いいですよ、とってもね。私舞台が好きなものですから、小屋を作りたいですね。12億でできるような小屋を、電源とかいろんなものをこうセットもできちゃってっていうのがやりたいですね。私舞台が大好きなものですから。最近はこうなったじゃないですか。だから行かないですけどね。前はよく行ってましたね。私の夢っていうのは、小さい時から役者一筋です。これからも変わることないと思いますよ。気軽な気持ちでこんなものやってみたいなっていうのはあるかもしれないんですけど、一生変わらないと思いますよ、役者で行くっていうのは。はい、はい、私のおばが松竹蒲田時代に大スターだったんですって。でおばは自分の後を継がせたかったらしいんですよ、姪っ子に。それでおばが自分がマネージャー代わりみたいな感じでやったもんだったし、赤ちゃんの時からやってるんですよ。ちっちゃい時から舞台はかなりやってましたし、大好きだったんです。舞台やったらお客さんの反応が肌で感じ取れるっていうのが一番いいわけですよね、舞台はね。拍手なんか来るともうたまんなかったですよね、ちっちゃいながらにね。うわーなんて思って、うん、よろしくお願いします。お願いします。どうも、みがっくんでおじまして。いゆうさすがです。みがっくんどうか。おいらメガビックくんのおじまして。よそれはね、18ぐらいじゃないかなと思うんです。もう劇団にいました。ただひたすらもう稽古場に毎日のように、今さえやったら劇団に行ってて何かやってましたね。まあ同じぐらいの人がいっぱいいたんですよ。でも私一番古かったもんですからね。でもなんかやらないとね、私がもうなんでってなるもんで、今考えりゃその人たちの自由にさせてあげなきゃいけないのに。でも私一つだけね、すっごい思い出があるんですけどね。冬、真冬で寒いんですよ。ストーブに薪を焚いて、まあ、やるわけです。私たち若い子がまずいろんなお掃除したり支度したりしなきゃならない。その間が寒いんですよ。雑巾なんてもう絞れないの、寒くて。水でやるじゃないですか。だからちょっと待ってて、ちょっと待ってて、ストーブがあったから。ストーブにも焚く薪がなかったもんですからね。だから先輩のスリッパがいっぱいあるんですよ、まだ来てないから。
私は先輩のスリッパを全部持ってきて、よく燃えるんです。すっごくゴムはね、匂いもしないし、この煙突から行っちゃうから。でみんな先輩が来た時、あれ俺のとか私のあれがないし、上履きがないなんて、すいませんもしましたって言ったら、なんでなんて、だって寒くていらないんですよ私たちは。あ、そうだったのって怒られなかったですね。はい、おいらメガビックンだぜ。おいらメガビックンのお出ましで、メガビックンだぜ。挑戦っていうのはやっぱり舞台になっちゃうんですけど、ちょっとオーバーなんですけど、私たちで芝居を一本、もうこれぞ日本人の日本の芝居だっていうものを仕上げて、それを世界の人に呼んで招待をして、うん、見ていただきたいなって、それがいいんです。私今回の CM の見どころって、いつでも見どころって言って必ず答えているのが、スタートするじゃないですか。まずパッと、私なら私が最初の出るところだったらパッと私が映りますよ。まずそっから最後に消えるまで目を皿のようにして見てくださいってお願いをするのがいつもの私のパターンなんです。よろしくお願いします。今回もメガビッグ史上最高12億円